はい、こんにちは。今回はですね、マルゼンのワルサー PPK を、スチルブルーですね、塗装された、プチカスタム、それにですね、このミュールさんのね、アドラーグリップというのをね、つけたやつで、ずいぶん前に発掘できてね、これずっとね、私の、あのリビングのね、机の下のね、棚のところにね、いたんですよ。時々取り出しては眺めてね、取り出しては空打ちしてということを繰り返していたんですけれども、ちょっとね、ご紹介したいなと。この木目とね、このブルーのね、色合いがね、どうしてもいいなと思ってね。で、ここをこんな風に一生懸命押さえてる理由はね、皆さんお分かりだと思うんですけれども、このマークでね、なんか審査中みたいになっちゃったりしたことがあったんでね、今日はどれだけ隠せるかと。で、時々ね、ちょっと諸事情によってね、銃がこう消えます。その時はね、留守番でぐでたまくんがね、いて、で、またね、角度を変えてこう戻ってくるみたいなね、こんな感じでね、行きたいなと思います。変則ですけれどもね、お付き合いください。今はね、あのスライドのブルーの肌をね、楽しんでいただきたいシーンですね。中身はね、普通のマルゼンのね、PPK なんですけれども、はい、その時はグデタマ君は避けてと。本当によくできてますよね。で、今あの空打ちモードにね、マガジンを設定してありますんで、こんな感じですね。で、ちょっと消えて、こんな感じで。こちらはね、こういう感じで。どうでしょう。ものすごくいい感じですよね。自分で言ってどうすんだってなんですけど、本当にね、見ていただきたかったんですよ、これは。はい。でね、真後ろから見るとね、こんな感じですよね、マルゼンさんのやつはね。もう PPK 過去何丁かね、ご紹介させていただいてますんでね。はい。サイトは小さいながらもね、まあ一応ね、ここにね、ピュッとこうついてて、ほらってぐらいにね、結構意外とね、ふっとサイティングはしやすかったりしてね。はい。ピッと消えて。でね、一つじゃ今日寂しいんでね、相方にね、懐かしの MGC のね、このね、スライドアクション、後に多尿アクションと言われるようになったね、SMG モデルですね。これもね、同じグリップついちゃってますんで、この親指から離れないということで。で、今日はこれにね、あの、このケースはいいですよね。カートをね、装填してありますんで。で、さすがにね、トリガーコントロールでね、ガシャガシャやるとね、ちょっとね、この辺りのパーツが摩耗したんで、こうシャカシャカね、ちょっと出してね、楽しもうかなということで。PPK で遊ぼうみたいなね、企画にしてみましたね。こう手でガシャガシャガシャってやっても発火できたんですよね。どうでしょう、こんな感じで楽しく遊べました。で、ちょっと避けます。カートこんなちっちゃいんですよね。もう本当にね、こんなちっちゃいって言ってもわからない。 BB 弾と比べましょうか。ほら見てください、 BB 弾をね、3つ並べたぐらいのもんですね。こんな小さいですよ、カートが。可愛らしいですよね。なんか子供の時もっとね、このカートなんて大きく感じましたけれどもね。ね、ただリムがついているだけで、ここに紙火薬をね、3粒ぐらいかな、剥がしたのを2枚で、蓋にね、厚紙が、紙が、台紙がついたままのやつを1枚ビュッとこう入れてね。で、まあ、今だからね、言っちゃいますけど、子供の時って結構ね、硬い棒でつっついちゃったりしてね、パン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 ね、暴発させてる子もいましたよね。私もまあ何度かしたことありますけれども、長じてからはもう全然しなくなりましたね。そういう意味ではね、キャップ火薬ってありがたいかもしれないですね。暴発の危険かなり減ってるんじゃないかな。ただ閉鎖系カートの場合ね、不発だった時の処理がね、もうどうしようもないってやつもありますよね。
水に沈めてなんて言ってもね、もう水これ入んないんじゃないのっていうぐらいのね、密封度のやつもありますからね、中にはね。なくなっちゃうかな今日ね。ずいぶんあちこち転がっています。どうでしょう、まだまだ会長ね、亜鉛のね、鋳物のおもちゃですけれどもね、いつまでも元気でいます。もう40年選手ですね、これもね。最後駆け込みで買いましたからね。はい。でまあ、比べてみてもね、どうでしょう、全く遜色ないと言いません。 PPK と PPKS ですから多少違いますけれどもね。まあね、こっちはもう法律でこの色に塗らなきゃならないんで比べようもないんですけれどもね、こうね並べるとね、結構ね、なんかグリップ外して紹介すりゃいいじゃんとか、グリップ元に戻せよとかって言われちゃいそうですけれどもね、この今日はね、木繰りを見せたいには見せたいんですよ。木繰りを見せて、なおかつこのブルーがあるんでね、わがままにね、お付き合いください。ちょっと初速測ってみましょうか。留守番ね、ほらこれがね、空打ちモードね、引っ掛けてあるのがね、カチャって、でこれを爪でね戻してやると、これでもスライドストップがかかるモードになるわけですね。3発も測ればいいですよね。さてこれの角度だったら問題ないでしょう。でパンとね、で久々ですね、なんか初速測るのって。考えてみたらエアガン自体が久しぶりだったんだな。0.256mm、 ちょっと測ってみますね。はい、このぐらいですね。 0.44 ジュール、いいですね。平和な数値です。ほっとしますね、こう測っててね。まあこのぐらいのね、初速があれば十分ね、もう我々ね、お座敷シューターには全く問題ないレベルですね。はいね、こうパッとこう見た時にも、このやっぱりなんていうのかな、ブルーのね反射がいいですね。これキャルムさんのねスプレー塗装だと思うんですけれどもね、やっぱりね、なんか昔は青すぎるなと思ってたんですけれどもね、こうなってくるといいな。今これ照明ね、なるべく調整してね、太陽光に近いようなのには一応はしているんですけれども、どうでしょうかね、それが活かせてますかね。はい、 PPK はねホールドオープンしてもかっこいいですね。こっちはね、もちろんホールドオープンでストップはしないですけど、ギョロッと見えるこの構造がね、シンプルでいいですよね。MGC の方があんまり、まあ、薬室自体がこれ存在してないの分かりますよね、バレル見てね。もうあそこでカードの先端当たっちゃいますから、ファイアリングピンでガツンと止まっちゃいますんでね。この辺りがね、MGC のね、割と安全なところ目指してたところですね。で他のメーカーさんの PPK の場合、一応薬室の中にね、チャンバーの中にある程度入っていくんですよね。もう MGC の場合はこれとかね、ベレッタポケットなんかそうですけれども、もう薬室そのものがね存在してない状態になってますんで、まあ、かなり安全性は高いよということですよね。はい、でね、あんまりね多用はしないですけれどもね、ちゃんとこうやってね、セーフティーもね実情。唯一残念なのがね、もうほんと前にもね言ったと思うんですけど、このシグナルピンですね、カートリッジインジケーターですね、これさえもうちょびっとだけ ね、なんか工夫できないのかなみたいなねところありますね。まあ、その分ね、マルシンさんがモデルガンの方でね、しっかり再現してくれてますんでね、ここがピホって、明獣 CMC の PPK でもね、省略されていましたからね。はい。まあやっぱりね、こう、座右に置いておいて、いつもパンパン、楽しく空打ちっていうのにはね、この銃のサイズ、最適ですね。で、これほど PPK がね、もうマルゼンさんのおかげでね、
ガス風呂で頑張っているのに、なぜか、ブローニングの M1910 とかね、ああいうのはついぞそのガス風呂家の話は、聞かなかったですね。企画はあったんですかね。はい、今からでも出せば絶対売れると思うんですけれどもね。やっぱりこういうね、中型オートっていうかね、小型オートみたいなものがね、常にね手元にあってね、それでパン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 遊ぶっていうのがね、おじさんたちのね非常な楽しみになるんですけれどもね、と思いながら、こういうのをご紹介している次第です。どうでしょう、このグリップの木目具合ね、よくできてるんですよ。でさらに、このブルーの肌ということでね、まあ、お値段はね6800円プラス税って書いてありますけれどもね、はい、ミュールさん、まあ、木栗はねこうやってね時々ねおっと思うものが供給されるのは嬉しい反面ね、お値段も随分ね、高止まりしていますんでね、なかなかね、こうなんていうんですかね、手軽に買えるものではなくなってきたななんて思いつつね、はい、こうやって遊んでるわけです。握り心地いいですね。 PPK の方がね、このねグリップね、少しちょっとねおデブちゃんです。まん丸くなります、握り心地が。はい、まあ、それでもね木栗のなんかこうありがたみとかあったかみ、あるいは逆に少し太くなったことによるねホールドのしやすさというのでね、よりね PPKS の魅力がねアップするというふうに私は思いました。はい、ということで今回はすごい変則的なご紹介になって申し訳ありませんでしたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。ではまた。